あ、じゃあ了解をしてね。じゃあ始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。新年一番最初の講演会でございます。まあね、ありがとうございます。素晴らしい。そう、本当にね、ここ神的に空いてたんだよね。そう、本当にここのね、6日だけがスポッと空いてて、で本当明日ほら金沢の予定だったんだけどね、今今回この地震とかがあって、まあ今回じゃ延期させてくださいみたいな話になって、でこの6日だけがねスポッと空いてたので、ちかみちゃんに声かけて、しゃもうなんかやりたいって言ってくれて、神計らい的に。そう、そう、ありがとうございます。まあ神計らいとかいいこと言ってるけど、ただ忘れててんじゃねえ。 言うと怒られちゃう。 まあまあそれは冗談だけど、本当にね、タイミング的にね、空いてたんでね、でも本当俺もなんか一番最初ここでね、地元栃木でできるのが一番嬉しいですね。ありがとうございます。あ、あとなんかね、斉藤ひとりさんと昨日会ったんですけど、なんかひとりさんの方からも皆さんによろしく言ってってことなんで、ね、ありがとうございます。いやもうこれ言うだけでね、来た甲斐がありましたとかって言われるのね。まあ俺まだ何も話してねえよ。それで来た甲斐ありましたとか。それじゃあ、自己紹介ね。斉藤ひとり特別編集、鈴木達也です。よろしくお願いします。ねえ、ありがとうございます。初めましての人もね、サイドの人もね、いつもありがとうございます。ということで、私の講演会はね、いつも YouTube でもお話してますが、楽しいが8割でためになるは2割です。そのつもりで言う。あんまためになるとか、お勉強しに来たっていう感じで聞かないんでね。だから別にメモも取らなくても全然大丈夫だと思います。で、どうせ YouTube で流すし。だからね、話をね、聞きたい人は YouTube で繰り返し見てもらっていいと思うんだ。ね、ありがとうございますね。そういうことでね、楽しくやりたいと思います。そう、それで、一番最初にね、俺のくだらないシリーズって言ってね、全くためにならないシリーズがあるんですが、なんかね、これがすごい、ほんと、どこ行っても人気あるのよ。最近なんかね、この話してくださいってリクエストされるからね。ほんと、話してくれるんですかとかって、とか。っていう感じで、まあでもね、ちょっと原点回帰で、俺もね、いや、最近ちょっと YouTube でも講演家って名乗ってるのよ。で、これもちゃんと理由があって、ひとりさんがね、達也って年間何回ぐらい講演会やってるのってこの間質問されて、俺数えてないけど、多分毎週末やってるよって話になったら、多分毎週末やってるんだったら、多分120回ぐらいやってるよみたいな話になって、あ、そうなんだと思って、で、もうそんなに年間やってるんだったら講演会って名乗ってもいいんじゃないみたいな話になって、でね、もうすごいわざとらしく講演会ってつけ。で、おかげさまで、もう皆さんのおかげでございます、本当に。いや、そうなんです。でね、年間120回でもう多分5年ぐらいやってるから、多分回数にすると本当500回とかになる。わかんないよ。わかんないけど、数えたことないから。でも何百回か本当なってると思うのね。で、やっぱり何百回も話してるとさ、俺的には同じ話が結構あるわけよ。でも、なんか人によってはね、同じ話でも聞きたいらしいのね。そう。あ、聞きたい。素晴らしい。ということで、ここは原点回帰で、混浴露天風呂の話を したいと思います。そう。いや、この話はね、知ってる人も多いし、知らない人はね、何の話かなって思ってね、また新しい気持ち聞いてもらえればありがたいんですけど、まあ、俺もこうやって今はね、講演活動させてもらってるけど、昔はほら、ちかみちゃんたちと同じ、マルカンの取扱店さんだったのよ、何十年か前ね。で、その頃に、やっぱひとりさんの今のお弟子さんたち、まあ俺もその中に入ってるけど、でも、その今のほら、もっとね、兄弟子とか姉弟子とか、まあ花江さんとかね、恵美子さんとか、ああいう人たちが、全国で講演会をやってたのよ、ひとりさんがね、みんなも講演やりな、みたいな感じで社長たちがやってたの。で、その時に俺もやっぱお店やってたから、じゃあ聞きに行こうと思って聞きに行こうとした時に、すごい早く出ちゃったの、時間。で、ちょうどなんか、東北のね、どっかでやってたんだけど、その行く途中がね、全然なんか食べるお店がないわけ。で、これどうしようって話になったら、一軒だけ、なんかすごい、なんつ、旅館っていうかなんか民宿みたいな、なんかね、ちょっと木でできたような古いさ、建物があったんだけど、
なんかそこでお昼は食べられたのね。なんか鮎の塩焼きかなんかだったんだけど、で、まあそこでお昼食べられたからよかったんだけど、で、なんかまだ全然時間が残っちゃったわけよ。で、それで、あーとかって思ってどうしようかねなんて話してて、暇そうにしてたらそこの旅館のね、まあ社長だから主人が俺のことお兄さんとかって呼ぶわけ。で、お兄さんとかって時間あるのって言うか、うん、暇ですみたいな感じで言ったら、いや、うちのお風呂すんごいいいぞーとかで、ね、すんごいいいぞって何回も言うわけ。で、そんな、ほら、俺も温泉好きだし、みんなもね、温泉好きな人だってわかると思うけど、温泉も結構好きだからさ、時間もあるし、あ、そんなに勧めてくれるんだったら入ろうかなと思って、じゃあ入ろうかなって言ったら、まあ、その日帰りでね、やってるからってお金払ってタオルも貸してくれたんだけど、で、ちょっとそこのお風呂っていうのが、半露天風呂みたいな感じで、一回旅館の外に出て、その敷地内の外に、なんか小屋みたいなのが立ってるのよ。で、男性は、男の人はね、大浴場っていう方に入ってって、で、女の人は女湯って書いてあるか分かるからって言うから、ああ、分かりましたって言って、結構長い廊下みたいなの通って行ったのよ。で、そこでね、一回外に出て、その小屋があったんで、その小屋がやっぱ古いから、引き戸になってるのよ。で、ガラガラガラって、開けた女大浴場って書いてあったから、大浴場の頃ガラガラガラって開けた瞬間だよ。開けた瞬間に、目の前にすっぱだかの女の人が立ってたわけ。すっぱだかだよ。石バトアーズ姿だからね。俺すごいびっくりしちゃって、わーとかって叫んじゃった。そういうし、今考えると、すごい失礼なんだけど、でもほら、だってみんなだってさ、何の心構えもなくさ、裸の人が目の前に立ってたらさ、まあ、男女問わずびっくりするじゃん。で、俺なんか、わーとかって言っちゃって、で、そこでなんかね、すいませんとかって謝ってね、なんか女の人の裸急にただで見ちゃった。ただで見ちゃったっていうか、ちょっとすいませんとかって、で、間違えたかもしれないって自分で思って、すいませんってそこの引き戸もう一回閉めて、でも、合ってるよなって大浴場って書いてあるか見て、向こうにも女湯って書いてあるとこあったの。いや、おかしいな。でも、そこでちょっとね、なんか旅館の親父にね、旅館の親父あんの野郎とかって嘘ついたのかなと思って、ちょっと文句を言いに行こうと思って引き返して、こう行こうとしたわけ。そしたら後ろから、もう一回その引き戸が開く音がしたガラガラガラって。そしたらその女の人が裸のまま外出てきちゃったのよ。で、すっぱだかのままだよ。で、出てきちゃってお兄さんってお兄さんはこっちでいいんだよとかって言って、その裸の女の人がガシって手を掴まれて、で、お兄さんこっちだからみたいな感じで、その人に手掴まれながら、こうなんつう女、あ、まあ、大浴場ね、の方に連れて行かれるっていう。ことだったんだけど、ああいう時ってもう何も考えられないよね。なんか目の前に裸の女の人のお尻があるんだけど、あ、お尻だ、みたいな。すごい堂々としてるわけ。いや、それでね、で、中入ったらさらに驚く光景が待ってたの。そこのお風呂って、すごいなんて、イメージで言うと学校のプールぐらいの広さ、まあもっと広かったと思う、多分。で、そこが天然の岩場みたいにくり抜いてあんのよ。で、すごい何が驚いたかって、その中でね、その女、今ね、手を引っ張っててくれた女の人のお友達と思われる人たちが、何十人って入ってんのよ、そこに。すごい、うじゃうじゃうじゃっていっぱい入ってんの。でさ、いや、で、と思って、またそこでひるんで帰ろうかなって思ったんだけど、もう、ここまで入っちゃったし、で、まあいいかと思って、温泉せっかくここまで来たんだから、じゃあ入ろうと思って、こういったの着替えるところが今度わかんないのよ。これどこに脱衣所って、普通脱衣所みたいなのあるじゃないですか。隠れたところに。だけど、ないのよ。で、あ、ここかなって思うところに一応壁にね、こう、カゴが置いてあったから多分そこだったんだよね。だけど、あ、なんていうの、隠すものが何もないわけ。で、一応でもあったんだけど、あれ、なんていうの、これぐらい、なんつう、ついたてがあったんだけど、膝の高さぐらいまでしかないわけ。で、俺なんかいろいろ座ったりとか、寝転んだりとかして、いろいろやってみたんだけど、まず服が抜けないわけ、それで。で、なんかもうそこで変な、なんか俺の男気とは言わないけど、なんか心に火がついちゃって、もうメラメラってきて、なんかね、ここで、なんか逃げ帰ったら男じゃねえ、みたいな。なんか変な火がついちゃって、で、それで、もういいや、これは隠さないで堂々と着替えよう、みたいな感じで、スパスパと抜きまして。で、入ったんだけど、普通温泉ってさ、温泉のイメージって濁ってたりとか、お湯ってあんま見えないようになってると思うじゃないですか。そこで無色透明だからね。ものすごいクリアなの。温泉のお湯が。で、入ったんだけど、でね、俺またさらに驚いた光景が待ってて、温泉入ってさ、中で泳いでる人たちがいるわけ。そう。でね、何が驚いたかって、いや、男の人も確かにいたのよ、混浴だから。で、男の人もいたし、女の人もいたの。だけど、泳いでる人たち全員だよ。泳いでる人たち全員が 100% 女の人しかいないわけ。もう俺なんかそれ見て、あ、多分これから女性の時代。
いや、じゃあ男の人いなかったんですかって言われたけど、いたのよ。男の人はどういうふうにしてた？多分男の人もその場面になったら絶対自分もそうだなって思うけど、みんななんか天井見たりとか、なんか後ろ見たり、後ろにこういう窓とかあって、なんかこういう窓とかをなんか遠い目で見てるわけ。でさ、またその女の人たちがね、泳いでるんだけど、普通皆さんって人がいる時に泳ぐ時の泳ぎ方ってわかりますか？ああいうなんかクロールとか足バタバタバタってやんないでしょ？人に水が引っかかっちゃうから。やっぱ平泳ぎで泳ぐと思うのよ。平泳ぎの泳ぎ方の格好って知ってる？いや、さ、まだ横を泳いでったりとか、なんかこっちに来る。まあ、それもすごい光景だけどな。こっちに来るとかいいよ。まだみんな何回も言うけど、全裸で泳いでるんだからね、みんな。全裸で。で、こっちに来たら横を泳いでるの見るのはいいのよ。たまに、向こうに行く人がいるわけ。でさ、平泳ぎの足の格好で知ってる？カエルみたいな格好でさ。で、それをさ、なんていうかな、こうやってなんかすごいなとかって俺は思って、未だにその光景何十年も前だけ思い出せるからよ。すごいでしょ？でね、で、いや、さらにね、ちょっと続きみたいな話があって、やっぱりその女の人のお友達みたいな人、オンラインに入ってる人もいたのよ。で、でもなんかね、その女湯からね、こっちに歩いてきちゃう人とかいるの、外に出てだよ。で、普通温泉ってさ、まあ、テレビの撮影でもないから、バスタオルとか巻いてとかって入れないじゃないですか、普通。だから、ちっちゃいタオルぐらい持って入れると思うの。でも、その女の人のお友達が、外歩ってくるときに、やっぱりなんか、全裸のまま堂々と歩ってくるのも多分気が引けたと思うのよ。あのちっちゃいタオルをここに貼り付けてくるのよ。で、しかも白いタオルだからね。白いタオル。だからなんか余計にさ、なんかすごい、すごい格好に。俺なんかそれ見てて、あの格好で来たのかと思って。しかもさ、そのね、女の人のお友達とかはね、なんとかさんね、あんな恥ずかしいからってタオルなんかつけてるとかって取っちゃえとかって取って投げちゃって。俺それ見て、ここはね、地獄かもわからん。っていうね、話があってさ、で、この話ってね、なんか役に立つんですかって言われるけど、何の役にも立ちません。俺の自己紹介と兼ねて話してるから。っていうことがあって、まあね、楽しいお話でした。以上です。ありがとうございます。実にくだらないから。じゃあね、ちゃんと次いい話するからね。まあお正月だし、ひとりさん流の神様のお話ってちょっとしようかなと思って。この話はね、ちょっとだけためになるかもしれません。じゃあね、皆さんもほら今日ね、冒頭で初詣行きましたとか、神社とかね、お寺もいいけど、どっか行きましたかって質問したと思うんだけど、まあ我々もね、別に神社とか結構好きで行くんですよ。ただ、よくね、なんか、こう、神社に行った時に、なんか帽子は取った方がいいですかとか、参道はどこ歩った方がいいでしょうかとか、お参りの仕方ってどういう風にしたらいいんですかって質問結構あるんですよ。ただ、これね、はっきり結論から申し上げますけど、一切気にしていません。そう、だから、全く気にしてないのよ、我々は。でね、まあ神社とか綺麗にしてるし、やっぱりね、神様っていうのは綺麗なところに宿るみたいにみんな思ってる人多いと思うんだけど、まあここに女性が多いし、まあ男性もいるけどね、よくさ、お掃除とかしないと神様がね、宿らないとか、いい気が宿らないとか、まあそれは別にいいのよ。綺麗好きな人は別にね、綺麗好きにしてもらっていいんだけど、要は簡単に言うと、俺たちはね、なんかよく一人さんのところにも、綺麗にした方がいいですかって質問あるんだけど、それは、なんつうんかな、俺たちのね、神様ってそういううるさいこと言わないのよ。そうだから別にね、綺麗好きな人って綺麗にするのが楽しいんだと思う。そうでも、なんつそういう苦手な人は無理にやらなくていいよって話。あ、大丈夫？暑くない？大丈夫？大丈夫？なんか俺一人暑いかな。そう、だから、あんまり、その細かいことはね、要は簡単に人間が決めたルールだからね。だから神様は、なんかしてね、そのなんつこういうことやったら願い聞き入れないとかそういうこともないのよ。そうだから、俺たちはね、何にも気にしてないよ。で、おみくじもほとんど引きません。そう。あんまり引いたことない。まあ、たまに、こうなんつ、そう、ゲームみたいな感じで引くけど、全く気にしないよ。全然、別に代表が出ても笑いで、笑い話で終わりだし、そう。だから全然気にしないかなって感じ。
そう、だからみんなもね、神社に行った時にね、別に細かいルールは何もないし、別に楽しかったら行けばいいんじゃないって話。で、あとは、ちょっといいお参りの仕方を教えてあげるね。これはひとりさんと俺たちがやってるね、お参りの仕方だよ。例えばさ、みんなって、なんていうの、健康になりますようにとかさ、家族がね、みんなで、ずっと無事でいますようにとかっていう風になるじゃん。で、そういう風にお参りするじゃん、多分。二礼二拍手だっけ？一礼とかっていう風にやって、ああいう風にその後さ、なんか、だっつ、この健康でいますようにとか、交通安全とかいろいろやるじゃん。で、あの時に、それはいいのよ。別にそれはそのままお願いして、その後があるの。その後、神様に対して、例えば、自分が豊かでね、健康で、いられますようにみたいにお祈りをした後に、神様も、なんつ、健康で豊かでいてくださいねってお参りの仕方するの。そう、そうすると、すごいなんか神様からエネルギーが来たみたいな感覚になるって、まあ別にそれはね、本当にありますかとかって言われてもわかんないけど、でもすごい気持ちいいよ。だからみんなも、別にほら、初詣行ったからってね、ずっと行かないでいいとかってことじゃないんだから、また神社とかね、行った時にやってごらん、これ。そう、自分がお願いしたことを神様にもまんま言うの。そう、神様も豊かで健康でいてくださいねとかってやると、なんかすごいいいエネルギーが来るような感じがするっていうか、自分の体に入ってくる感覚があるから、これはやってみるとすごくいいよって話がある。そう、でも、うん、そう、やってみて。そう、ひとりさんたちとか俺たちはそういう風にやってるよ。そう、あと、なんか本当に細かいことはね、何にも気にしません。何もね、これやんなきゃダメとか、あれをしなきゃダメっていうルールは全くなくて、まあ別にそこの神社で決めてるルールはね、別にその楽しければ従えばいいんじゃない？そう。でも俺たちは何もね、そういうこと気にしたことないよって話。この門から入んなきゃいけないとかさ、鳥居をくぐるときはね、お辞儀しなきゃいけないとかいろいろあるじゃん。やったことねえかな。本当に。いや、たまに気がついたら、ああ、ちょっとね、入りますみたいな感じの時あるかもしんないけど、必ずやらなきゃいけないってこともないです。そう、だから、別に普通に入って普通に出る。みたいな感じかな。そう、だから、大丈夫だよ。みんなも気にしないでさ、楽しく神社とかに行けばいいんじゃない？そう、それと、今ほら、おみくじの話したじゃん。占いの話ね。占い。占いってさ、好きな人もこの中でいると思うのよ。でも、占いって、なんていうか、例えばさ、すごいなんて、当たるみたいな人に見てもらった時のことがちょっと問題なのよ。そう。要はどういうことかっていうと、みんなもさ、ちょっと想像してもらいたいんだけど、占いでね、すごく当たるみたいな人がさ、あなたってね、なんか今年怪我とかに気をつけなみたいなこと言われると、多分ね、すごい気にしない？気にするよね。ああいうの聞いちゃダメだよ。聞いちゃダメっていうか、気にしちゃダメって言った方が正確かな。簡単に言うと。なんでかっていうと、もうなんかこの人当たるっていう前提で話聞いちゃうと、なんてすごい気になっちゃうのよ。そう、そうすると、なんていうかすごいモヤモヤしちゃうっていうか、そうね、うちから出ない方がいいでしょうかとか、旅行はやめた方がいいでしょうかとか。やめた方がいいぞ。でね、で、もしそういうふうに言われた場合どうすればいいですかって言ったら、まあ、アドバイス程度に聞けばいいんじゃないって話。そう、だからそんなに気にしちゃダメだし、俺たちの中で、占いでも何でもそうなんだけど、人を不安にさせるの、ね、人を不安にさせることを言う人って悪魔の使いって呼んでるの。そう。だから俺たちの中では、人を不安にさせたり心配になっちゃうことを言う人っていうのは、なんと悪魔の使いだと思ってるのね。そう。で、やっぱり、なんと安心させてあげることを言ってくれる方がいいじゃん。で、人って、なんと例えばさ、なんと事故に遭うよとか怪我するよって言われると、運が悪い方に転んじゃう人っているのよ。わかる？だから、そこを気にして、本当になんつうん、怪我したりとか、病気になったりとかする人っているのね。だけど、逆もありなんだよ。人にいいアドバイスしてあげたときに、運もいい方にも転ぶ場合ってあるんだよ。そう、だからそのことを覚えておいてほしいのね。そう、だから、本当にね、人にアドバイスをするときは、不安になるようなことも言っちゃダメだし、聞いちゃダメ、みんなも。で、もし当たる占い師さんみたいな噂になってる人にね、ちょっと変なこと言われたらね、あんたはそうだけど俺は違うんだよとか、私は違う。とかって、その場で言いな、だって言い返さなくていい、心の中で、あんたは違うみたい、あんたはね、俺とあんたは違うんだみたいに思ってればいいよって。ひとりさんなんか本当に結構有名な話だけど、すごい当たるって占い師さんにね、若い時に手相見てもらったら、絶対金持ちになれないって言われたのよ。あなた絶対ね、大人になってもお金持てないよって言われたんだよ。でもひとりさんはその場で言い返しちゃったの。あんたはそうだけど俺は違うんだよって。そうそう。
だみんなも占いっていうのは別にほらやっちゃいけないとかね聞いちゃいけないって話じゃないよ。でもし不安になることとかをなんつうまあ耳にしちゃったときはなんつうあなたとね私は違うんだぐらいな心持ちでいてねっていうのを覚えておいて。だお参り行くときもねあんまり細かいこと気にしちゃダメだし俺たちはね絶対気にしたことないの一回も。それだから楽しく行ってください神社もさっていうことなんだけどこの話難しいですか？大丈夫？終わり。あよかった。じゃあもう2割分話したから終わりでいる。まあねお正月だからねみんなまた神社とかさ行くと思うからね一応こういうことも覚えておくとすごくまた神社参りも楽しいんじゃないって話。じゃあね次の話ねとね心にアマテラス様って話します。これはね、比較的新しい話。それで、そう、心にアマテラス様って話があるのね。いや、みんなってさ、例えば、人間関係で悩んじゃったりとかさ、いろんなことで悩んだりさ、なんかちょっと心がモヤモヤすることってあるじゃないですか。まあ、特にね、この中で夫婦の人もいるだろうし、結構夫婦喧嘩とかしてね、夫婦喧嘩してもいつもね、ニコニコしてますとかって人あんまりいないと思う。ちょっとわかんないよね。そうでね。で、やっぱりほら、会社に行っても、人間関係でも、何かしかでさ、心ってモヤモヤするじゃないですか。なんか、やっぱりいろんなね、話聞いちゃったりとか。で、その時に、ひとりさん流の心にアマテラス様ってどういうことかっていうと、もうなんつ、それを思っただけで一瞬でなんつ、心が軽くなっちゃうって話があるのよ。そう。これを覚えておくと、モヤモヤした時もすごい使えるよって話。で、この中でちょっと質問しますけど、私生まれてこの方悩んだことがないって人手挙げてみてください。1ミリも悩んだことないですよって人。で、俺がはーいとか手挙げて、お前かよみたいな。なんでお前の話聞かないかって。いや、絶対さ、みんなどうなん？逆にちょっと聞きますけど、なんか悩んだ時に人間関係でもね、会社でも何でもいいけど、なんか悩んだ時の心のモヤモヤってすごくいいですよねって人いる？なんかほら、ご飯が食べられない感じがすごくなんかね、私すごいたまんなく癖になっちゃってとかって、何回も感覚が来ないかね、いつも楽しみにしてるんですって人あんまいないよね。やっぱり、なんか人っていろんなことでモヤモヤしたりとか悩んだりとか絶対すると思うのよ。その時に、この心のアマテラス様の話を思い出してほしいのね。で、ひとりさんの心のアマテラス様のことを教えてあげるから。ひとりさんは、これを思い出すとね、一瞬で、すごい心がね、ものすごいなって、もう幸福感に包まれちゃう話ね。で、これは、そうだな。真面目な話で真面目な話ではありません。どういうことかっていうと、ひとりさんの心のアマテラス様は、色白むっちりティーバッグだから。いや、そう。いや、だから、みんななんか心にアマテラス様とかっていうと、すごくなんか神様を置いてとか、なんかすごくね、なんか正しいみたいなことをやろうとするんだけど、それで楽しくならないじゃん、はっきり言って。そう、だから、ちょっとね、馬鹿げてるぐらいな方がいいのよ。ちょっとね、思い出したらちょっとね、くだらねえなぐらいな感覚のものの方がいいの。で、いや、みんなまたこういう話すると真面目な人って、いや、私ね、女性なんで色尻むっちりティーバッグとか何考えても楽しくないんですとかって質問してくれてくれ。これはひとりさんの場合であって、別にね、みんなにそうしろとは言ってない。みんなの心のアマテラス様を持ってほしいのよ。だから例えばどういうことかっていうと、この中で K-POP が好きな、ね、K-POP が好きですとかね、K-POP のアイドルが好きとか、ジャニーズが好きっていう人がいた、なんでもいいよ、好きな人がいたとしたら、その人のふんどし姿とかさ、なんでもいいのよ。それは自分で考えて、もしくは、わからないんだったら、例えば、色白むっちりティーバック姿を思い浮かべてるひとりさんを考えたらね、楽しくなるとか、なんでもいいよ、とにかく。まあ、そういう風にしてやっていけば、自分なりのね、心のアマテラス様って見つけられるんで。でも、これは、何回も言いますけど、ちょっと考えてくだらないぐらいのことにしてください。そう。そう。ダメなのよ。なんかね、正しいみたいなことをやろうとすると、絶対面白くねえから。そしたら、心のアマテラス様にならないの。そうだよ、そう、ちょっとぐらいね、そう、ふざけてるぐらいもいいの。そう、じゃないと、みんなすぐ正しい方に向かおうとするのね。俺たちはね、正しいより楽しいだから。そう、だから、ひとりさんなんか本当にね、いつもそういう感じだよ。だから本当に、心のアマテラス様とかって、すごくね、なんか神様を心に置いてとかって言ってくる人いるんだけど、そういうことではありません。いや、
別にね、それ考えて楽しくなるっていう人がいるんだったらいいと思うけど、でも本当は、ちょっとね、笑っちゃうぐらいくだらない話の方がいいのよ。だからみんなも何回も言うけど、やっぱり悩んだりとかね、なんか苦しんだりした時に、この心のアマテラス様のことを思い出してほしいのよ。それで、それを思い出したら、自分なり一瞬で、そのモヤモヤがね、ちょっとずつ薄れていくっていうものをこう思い出しておきなって話があるんだけど、これ難しい、この話。大丈夫。だから皆さんなりに、なんか心のアマテラス様見つけてください。そう、なんでもいいよ。あのね、だって別に自分の頭の中なんだから。別に人に発表するわけじゃないじゃん。そう、あなたのアマテラス様何ですかとかって別に人に言うわけじゃないじゃん。そう、だから、それは自分の中で、あの、好きに想像していいよって話。ちょっと下品な方がいいよ。本当に。本当に。俺も言えないけどあるから。相当下品だそう、でも、それぐらいで、俺たちはね、本当にそういう話でいつも盛り上がってるからね。だからみんなも、すぐね、明るくなれる話って持ってた方がいいよって、そしたら悩んだ時にすぐ使えるから。まあ、何回も言うけど、生きてたら絶対悩んだり苦しんだりすることって、この先もね、もしかするとあるかもしれない。でも、この心のアマテラス様のことを知ってると、やっぱり一瞬で心が軽くなるじゃん。そしたら悩みも軽くなるんじゃないって話なんだけど、まあこれも覚えておいてください。以上でーす。難しい？大丈夫？うん。そう、ひとりさんの心のアマテラス、いいじゃん。色白むっちりティーバッグ。いや、それぐらいの方がいいんだよ。やっぱりね、あの、正しいみたいなことになっちゃうとダメよ。そう、やっぱり正しいより楽しいですからね。そう。だからね、本当に、そういうふうにね、普段から楽しくしててね、って話でした。はい、じゃあ次の話ね。この話はね、そうだ、ちょっと予定になかったんだけど、なんとなく会場に来たら決めるって話もあるのよ。そう、だから、あの、ちょっと脱線する話かもしれません。そう。脱線する話。じゃあさ、いや、この中でね、みんなはさ、例えば会社でももうね、役職ついてますとか、自分で会社経営してますとか、あとほら、子育てね、してますとかって人もいるだろうし、お孫さんが生まれましたとか、いろんなね、もう要は簡単に言うとさ、自分が人をね、こう育てなきゃとかさ、人を育てるみたいな立場になってる人って結構多いと思うの。で、その時に、ひとりさん流の人育てのやり方っていうのがあるから、まあ、これは参考になる人は聞いてください。で、どういうことかっていうと、まず結論から言っちゃうね。ひとりさんは人を育てません。終わり。おい、ふざけんなやつが、そこまで煽っといて、なんなんだよ、みたいな感じなんだけど。じゃあ、ここは、ちょっと見方がね、見方の問題っていうか、捉え方の問題なんだけど、ひとりさんは、人はね、育つって思ってるの。そう、だから、簡単に言うと、育てようとすると、あれやこれやっていろいろ言うじゃん。そう、だけど俺ひとりさんにうるさいこと一回も言われたことないからね。そして講演会の時も、なんと楽しくやってこいよとかしか言われないし、そう、なんと絶対ね、ああしろこうしろって言われたことないのよ。そう、だから人は育つんだっていう目で見てほしいのね。で、どういうことかっていうと、みんなもちょっと思い出してもらいたいんだけど、皆さんも自分がさ、子供だったりとかね、なんかした時にさ、親御さんっていたりね、なんか育ててくれた人っていると思うんだけど、どうぞその人たちにすごいガー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 うるさく言われてさ、どう？なんかうちの親ってなんてね、私のことを愛情深く見てくれてるんだろうって思った人いますかね？どう？やっぱりさ、心の中でさ、うるせえな。で、言われなくてわかってるよとかさ、そういう感覚になったと思うのね。要は、それと同じよ。だから簡単に言うと、なんていうかな。やっぱ、ああだこうだ言っちゃうっていうのは、なんとメッセージっていうか波動で言うと、あなたのことは信用してないようになっちゃうの。そう、だから、簡単に言うと、なんと人は育つんだっていう目で見てれば、やっぱり信用してるって波動になるから、なんかね、なぜか信用された方も、すごくすくすく育つのよって話を覚えておいてほしいのよ。それを、やっぱりね、ああしてあげようとか、道をね、それないように、ああだこうだとかって言うっていうのは、やっぱりね、ちょっと信用してないってメッセージになっちゃうの。そうなんです。そう。だから、まあね、いろいろほら、親子とかね、なんか会社でもそうだけどさ、人をね、育てるって難しいって思うかもしれないけど、そもそも論で、ひとりさん人を育てようっていう気持ちがない、気持ちがないっていう言い方もおかしいけど、人は育つって目で見てるんだってのを覚えておいてほしいのね。そう、だからあれこれうるさく言わなくても大丈夫です。
そう、それよりも、あ、この子もね、この人たちもね、ちゃんと育つんだって目で見てあげれば、だんだん良くなるのよ、本当に。だ本当に、ひとりさん的にはね、なんつう、ああだこうだとか、絶対人にもうるさいこと言わないし、すごいなんか穏やかっていうか、なんかね、声荒げることも絶対ないしさ。そう、だから、なんてみんなもね、そのこと覚えておけば、人は育つって覚えておいてほしいのよ。そう。で、そういう目で見てあげるだけで、すごい自分も心が軽くなるし、見られてる方もね、すごくすくすく育つよって覚えておいてほしいのね。これ、この話難しいですか？意味がわかりませんって人。いや、これさ、双方いいんだよ。うるさく言われる方も、すごい幸せだしさ。で、なんつ、言う方もね、やっぱりいい気分にはならないと思うんだよね。さ、あと、じゃあ、例えば今だったら冬休みとかね、小さいお子さんがいたりするとさ、なんつ、ゲームもね、いつまでもやっちゃいけませんとかさ、本当にね、こうなんつ、スマホとかもね、ずっと見てるとね、なんか良くないよとかって話もあるじゃん。でもそういうのも、俺たちの中ではね、一切ないのよ、本当に。ひとりさんもよくね、スマホもゲームもね、時間決めてやりなとかって話があるのね。これ、1日24時間までにしてください。1日24時間だよ。1日24時間までね。それ以上やらしちゃダメだよ。いや、そんなんでいいんですかとかね。そんなんじゃ、いつまでもね、子供も寝ないし、なんかゲームもね、いつまでもやってるんでね、キリがないでしょとかって話があるけど、あのね、いいのよ。簡単に言うと、そんだけこうずっと見たいとか、なんかものすごく好きなことってやめさせちゃうからいつまでもやめらんないんだよ。簡単に言うと、未満みたいなのが残っちゃうのよ。そうだからそれは、なんていうのかな、ずっとやりたいみたいな気持ちが残っちゃうのね。だったら、本人が飽きるまでやらしちゃえばいいの。飽きたら絶対やめるから。でも飽きないでもしずっとゲームやってたり、ずっと YouTube 見てるんだとしたら、それは、なんかその子のなんか好きな才能なんだと思うんだよね。そうだから、みんなだって経験ない、なんかものすごい面白いと思って始めたんだけどさ、なんか飽きちゃってもう今全然やんなくなっちゃいましたみたいな経験あると思うのよ。それは、やっぱりなんです。飽きるまでやったからなんだよねって話。それは子供も同じです。そうだから子供たちも飽きるまでやらせてあげてほしいのね。そう、そしたら飽きたら勝手にやめるから。だからみんなもよくね、子供にはゲーム何時間までとか3時間まで目が悪くなるとかいろいろ言うじゃん。あと頭がバカになるとか。そんなことないよ。で、今の子たちって、なんと YouTube とかですごい情報を持ってくるからね、大人より知ってるよ。本当にすごいからね。え、そんなことまで知ってんのみたいなこと。だから、本当に、なんつう、本読むぐらい、こう、効果、まあ、好きなことだったらね、あるんじゃないかなと思って。だから、なんて、そんなにね、悪いことじゃないんだよって、ひとりさんも、よく、なんとか、若い子がね、依存症になっちゃって抜け出すのが大変でしたみたいなテレビとかたまにあんのよ。また、ああいうの深刻な感じでやるわけ。やるよね。そう、でも、ああいうのって見てて、あ、これって、例えばその依存症から脱却してね、もう自分はスマホ1日も触ってませんとか、1分もね、見てませんみたいな人いるんだけど、あ、そういう人見た時にひとりさんがね、たまに言うの、あ、この人って、スマホとかがね、あったからね、これぐらいで済んでるんだよって。あれなかったらもっとひどいことになっちゃったの。そう、だから、そういうのもね、お役には立ってんのよ。だからみんなも、なんつう、やりたけったらね、もう楽しいことはどんどんやってください。そう。で、なんと俺たちは何回も言うけど、正しいより楽しいだからね。楽しい。だから大人になったみんなも、あんまりなんつ、正しく生きようとかって思わなくていいと思うの、俺たちは。まあ別にほら、正しくね、教えてくれる団体っていっぱいあるからさ、そっちで教えてもらう。それ俺たちの教えることじゃない。なんでも、こうやっぱりね、楽しいか楽しくないかを基準にしてもらいたいのね。そうだ、よくさ、お酒ばっかり飲んでとかね、こうよくマルカンの女の人たちってさ、結構なんつう、あ、もう本当にね、楽しいことやっていいんだ、みたいな感じだと、居酒屋さんに行って朝帰りする人とかいっぱいいるわけ。で、そう、本当に、普通、そうするとさ、まあ良くないとかね、なんか普通ね、家庭を預かる主婦がね、いつまでも打ち明けて良くないとかって話があるじゃん。俺たちはね、全然、なんつう、むしろ応援してるのよ、そういう人。いや、好きなことをね、本当やってほしいんだけど、これもちゃんと理由があって、例えばね、まあほら、普段からね、1年365日でずっと開けてますっていうんじゃね、あれかもしんないけど、別にまあたまにとか、たまにっていうか本当だったら1年365日行ってもいいと思う。行ってもいいと思うんだけど、で、要は我慢しないで楽しくしててほしいのよ。
それをお家があるからとか、なんか家庭があるからとかっていう理由にして、その楽しいこともやらないっていうのはね、自分の人生なんだよ。だからやめなってそういうの。それよりも、楽しいことはどんどんやってください。で、俺たちはそれを使命と呼んでるの。例えば、居酒屋さんでね、ビール飲むのがね、俺たちは使命だと思ってるのね。要は簡単に言うと楽しいこと。だ簡単に言うと、普通居酒屋さんでビール飲んだりお酒飲んだりするのっていけないこととかね、あんまりこうなんて好ましいことじゃないって思うじゃん。でも俺たちの中では、そういうことも使命だと思ってるの。で、要は自分が楽しいって思うことにお金使うことはすごいいいことなんだよ。そうだから、まあ、でもあんまりホストとか行かない方がいい。あのね、ホストとかね、お金ない役者にね、お金っていっぱいかかっちゃうから、ああいうのはね、あの、ほどほどにしといた方がいい。まあ、見るぐらいにしといて。そう。そう。そうね、居酒屋さんとかでいいじゃん。で、じゃあね、居酒屋さんに行くのが何が使命なんですかっていうと、要は、簡単に言うと、あの、ビール一杯が500円とかするとするじゃないですか。そしたら、あれを一杯飲むと、例えばその居酒屋さんも簡単に言うと助かるよね。で、そこでアルバイトしてる人たちもお金って払えるよね。で、もっと俺たちはね、そのさらに先を考えるのよ。例えば、まあこれは本当かどうかっていう抜きにして考えてよ。例えばこの一杯ビールを飲みました。そしたらその居酒屋さんにお金って入るよね。そしたらそこに、なんつう、息子さんがいますって。で、その息子さんが大学に行ってますって。その大学に行って研究室に行ってるの。で研究室に行ってて、その子がね、将来、なんかノーベル化学賞を取るの。想像だよ。でも取るかもしんないみたいな感じで、思って飲んでれば、なんかすごく世の中に貢献してるっていう感じになるじゃん。それを、なんかビールばっかり飲んでいけないとかね、お酒ばっかり飲んでだらしないとかっていう風になっちゃうから、なんかいけないことしてるっていうか、全然使命感も感じないよって話。でも、なんでもそうなんだけど、自分が楽しいって思うことに使命感を持って楽しく遊んでください。だからいいのよ。だから女の人がお買い物好きじゃん。あれも使命感を持って、私がね、ここでバッグを買うことで、ここの店員さんたちも給料が減った。それをね、バッグばっかり買っていけないとかって思っちゃダメだよ。やっぱり、世の中にはね、そういう風にちゃんとね、貢献してるから、だから、ひとりさんなんか本当に缶コーヒー一本買っただけでもね、ちゃんとこれはブラジルの豆でとか出します。で、ブラジルの人たちも助かるとかってさ。でも、そういう風にね、お金使った時はそういう風に考えてほしいんだよ。だから、あれに使っちゃダメ、これに使っちゃダメじゃなくて、みんな楽しいことどんどんやってほしいのよ。それを、なんかあんまりこう自分に抑えてね、あれやっちゃダメ、これやっちゃダメって言ったらさ、あのね、言っとくけどね、光の国にすぐ帰るからね。本当に。本当だよ。いや、皆さんだって、いや、例えばね、まあ若い人もいるしさ、まあある程度年配の人もいるかもしれないけど、でも、どうですかね、まあみんなに逆に聞きたいんだけど、今の年になるまでめちゃめちゃ時間かかりましたって人いますか？どう？ここまで来るまでものすごい長い道のりでした。すごいなんかね、本当に長かったんですって。いないよね。多分あっという間に、もうこんな年、こんな年っていうかね、あ、この年か、ってみたいな。要は、みんなそう若くても、ある程度年いった人でもみんな絶対そうだと思うのよ。だとしたら、やっぱり楽しいってことはね、どんどんやってください。それ後でとかってないよ。本当に。だから今やりたいことはどんどんやりなって話。それを、あれがある、これがあるからって我慢してたらね、本当何回も言うけど、あっという間に光の国に行くからね。そう。せっかくね、自分の名前で、こうなんつう、生まれてきた一生って本当に一回だけなんだよ。そう、だから、まあもちろん俺たちは何回も生まれ変わりあると思ってるよ。だけど、自分のこの名前がついた一生ってね、一回しかないの。だそれをやりたいことやらないで我慢してたらね、本当にあっという間に光の国に行きますから。まあ光、来世頑張るって言ったら来世頑張りましょう。でも、今世はね、自分の名前って一回しかないんだから。だから、あれがある、これがあるって我慢してるんじゃなくて、やりたいことはやって。そして、じゃあそうやって言ったらね、なんか旦那がうるさいんですとかね、周りがうるさいんですみたいなことを言われたら、もうこれはうるせえクソババアとかうるせえクソジジイよ。要は簡単に言うと、あのね、あの、みんな、なんつ、人間関係で悩んでる人ってね、言いたいことが言えないんだよ。言えないからモヤモヤしてるんだよ。これを、なんていうか、例えばじゃあ、まあ、ちょっとその話はね、別に置いといてもらって、会社とかでもさ、人間関係で悩んでる人って、言いたいことが言えないからだと思うの、簡単に言うと。
だから悩んでる。あと家庭でもそうだし、どんな人間関係でも簡単に言うと言いたいことがみんな言えないから悩んでんだよねって話。で、おとなしい人とかがね、もうこうなって言われるばっかりでさ、一方的に言われて苦しんじゃったりしてるんだけど、この場合、解決策ってないんですかって、あります。あります。例えば、じゃあちょっとこれ例を取ってね、会社の上司がすごい嫌なやつ、嫌な嫌味を言う上司がいたとします。で、その人に、いつもね、なんか毎日のようにすごい言われるって。で、それがすごい嫌で、で、もうほんと会社行くのが嫌になっちゃったみたいな話ってよくあると思うんだけど、この場合、じゃあね、その上司がいる会社はね、もう本当に辞めた方がいい。まあもちろんね、その環境を変えるっていうのもありかもしれないけど、でもね、やっぱりこの場合って、上司に言い返せないのが問題なんだよねって話。だからその場合どうすればいいんですかって言ったら、例えば辞めてほしいこととかあるじゃん。そう、そういう場合、やめてくださいよ。一日1000回言うのよ。あ、それをその上司の前で言うんじゃないんだよ。例えば寝る前とかに、やめてください、やめてください、やめてくださいって1000回寝る前に。そうすると、これやってるとだよ。これやってると、すごい、例えば上司に、あ、またね、この言われたみたいな時に、すっごい自然にやめてくださいが言えるようになっちゃうの。本当だよ。よっしゃーだよ。で、要は、多分人間関係でみんなつまずいちゃう人っていうのは、言いたいことが言えないから、ここで詰まっちゃうからだと思うんだよ。だからよくね、ひとりさんとかね、達也さんみたいに、すごくスカッとした人生を送るためにはどうすればいいんですか？言いたいこと言ってればいい。そう、でも、いや、それ言ったらね、大変ですとかね、相手が、なんかすごくそんなこと言ったらね、切れますみたいな話もあると思うんだけど、まず、なんていうんかな、言いたいことが言えるようになるとね、そういう場面もなくなってきちゃうのよ、だん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 。簡単に言うと自分の波動が強くなっちゃうのよ。そう、だから要は、ちょっとね、細かく説明はしないけど、ちょっと大雑把に説明するけど、例えば言われたら嫌だなって思ってる人って、言われたら嫌な波動を出してるの、自分から。そして、なんか言ってやろうって思ってる上司みたいな人っていうのは、絶対なんかね、こう、言いやすい人を見つけるプロみたいな人がいるのよ。そう、そうすると、なんか要は簡単に言って磁石の S と N みたいに合っちゃうのよ、こうやって。そう、それで朝行って、今日もなんかね、あの上司に会った時言われたら嫌だなって言うと、向こうはね、なんかあったら言ってやろうみたいに思ってるから。それで、ぴったり合っちゃうの。でも、不思議なんだけど、やめてください、やめてくださいみたいになると、自分の波動が強くなっちゃうのよ。そしたらなぜか言われなくなっちゃうのよ。なんか、あ、ちょっとこの人雰囲気変わりました。で、これはどんな人間関係においても同じです。例えば、なんつうかな、結婚して旦那さんにね、こう言いたいことが言えないみたいな人がいたとするよね。その場合って、簡単に言うと、要は言いたいことは言えないんだよねって話、旦那さんに。だから、じゃあ言いたいことを言うためにはどうすればいいですかって言ったら、まあ旦那さんが寝た後に、このやめてやめてみたいな。正解言うとか。本当だよ。そうすると、びっくりするが言えるから。そう。これはね、本当の話です。だから、要はね、みんな場数が足りないのよ。そう、だから、場数をね、何回も踏んでいけば、だから何もその、なんて場面が来た時だけ待ってる必要ってないんだよって話。だからみんなは、人間関係もっとスムーズにしたいんだったら、言いたいことを言える練習が場数を踏むって思ってください。そう、そしたら、すごいスムーズに言えるようになるよって話があるの。で、どんな人間関係でも同じだよ。皆さんが一番ね、なんかストレスに感じてる人間関係で、多分お互いに言いたいことが言えないからね。もしくは一方的に言われてるか、のどっちか。もうこれからね、一方的に言われる関係はやめましょう。そして一方的に言う。今までのバランスを取り替えた。そう。まあ、いずれにしてもね、何でもそうなんだけど、まあ、会社ね、やってますとか、人をね、なんか上司になりましたとか、人育てなきゃいけないみたいな人もみんなそうなんだけど、やっぱりなんつうの、お互いにこう言いたいことをちゃんと言える関係ってのはすごくいいと思うのよ。そしたら、あ、そっか、こう思ってたのかって分かりやすいだけだしさ、多分イライラしちゃう関係の人ってのは、なんか言いたいことがあるんだったらいいなみたいな感じで言っても多分言ってこないと思うし、多分言いたい方も言いたいんだけど言えないみたいな関係もあったりすると思うのね。だからこの場合って、もし言いたいことがある人は何回も練習してください。場数を踏むのみです。そう。そしたらすごい人間関係スムーズになるよって話なんだけど、この話難しい？使えなそうだなと思う。
使えるよね。そう。そう、使って。そう、だから、本当にそしたら、すごいね、スカッと、なんて生きられるよって話なんだけど、みんなもやっぱだって、ね、なんか悩みってさ、まあ、なんて大きく分けると、お金か人間関係しかないんだよ。そう、だからこの二つでどっちかでつまずいてるはずなのよ。でもやっぱり女性は比較的人間関係でつまずく方が多いんだってね。男の人はね、わかりやすくお金。お金は貯めましょう。お金でつまずいてる人はね。あ、じゃあせっかくだからお金の話も出たんで、お金の話ね、もうするけど、まあ、例えばこの中でね、収入はあるんだけど、お金がどうしてもたまらんみたいな人がいたとするよね。それは、なんでなの？結構稼いでると思うんだけどね、なぜかお金が残んないでね、いつも出てっちゃうんですみたいな人ね、結構支払いが出ちゃったりとか、そういう人って、簡単に言うと、お金が流れちゃう波動になってます。そう、流れるお金の波動になってるの。そうで、え？とかって、じゃあね、流れるお金の波動って言うと、要は、とどまってないのよ。そう、だから簡単に言うと、とどまる波動にしちゃえばいいのね。で、これは、まあなんつ、いや、まあ別に普通に貯金できてるとかね、そういうだったら問題ないと思うんだけど、なんかね、入ってきた分がね、そんなに思ったほど残んないなっていう人は、これもすごく効果あるからやってみてねって話があるんだけど、あのね、毎日100円ずつ貯金するの。100円で1ヶ月3000円ですかと思うかもしれないけど、これね、1ヶ月3000円とか金額の話じゃないのよ。要は、お金がちゃんと留まる波動になるの。そうだから、もし皆さんもお金持ちになりたいんだったら、1日100円、そう、やってください。そしたら、これでね、お金がとどまる波動になるんだってやってやるとさ、で、あれ、なんか100円ちゃんと貯金する方が意味があるのよ。そう、なんかね、波動が良くなるの。だから、みんなもお金持ちになりたかったらやって。まあ、私は別にお金持ちになりたくないなとかね、なんかお金を綺麗に使いたいですっていう人はやらないでください。あと、でね、じゃあ100円かって100円ぐらい余裕だっていう人は、もっと大金持ちになりたい人は、1日500円。やると、すごくね、お金がね、ほんととどまる波動になるよって話。そう、まあもちろんね、ある程度まとまったら銀行口座に入れるとかね、してね、だって毎日その100円とか500円が、お家だからすごい溜まってっちゃうからさ、膨大なね、銀貨の数になっちゃうから、それはね、銀行とかにある程度溜まったら全然入れていいけど、でもそれは習慣付けにすると、すごく効果あるよ。で、本当にね、お金すごい結構稼ぐんだけど、全然残んないって人がいたのよ。それ教えてあげたのね。そしたら、すごいなんかね、使ってるお金もそんな変わってない気がするんだけど、すごいお金がね、貯まるようになったんだって。じゃあこれはやってみてください。ね、ほんと効果あるよ。これひとりさんから教えてもらった方法で、まあひとりさんやってますけど、ひとりさんやってないよ。さすがにひとりさんはさすがにやってないけど、でも、これはね、結構効果あるからやってみてねって話。そう。1日100円やるだけでもお金持ちになれるよ。あと1日500円だと大金持ちになるんです。そんな子供みたいな貯金の仕方って思うかもしれないけど、いや、馬鹿になんないんだよ、これ本当に。お金が流れる波動か、とどまる波動かって全然違うよって覚えておいてほしいのね。まあやってみてね。ね、ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。うん、はい、じゃあ次の話ね、新旧取り混ぜてお話したいと思いますが、この話はね、最近 YouTube でももう流れてるしね、ちょっとね、みんなにも教えておきたいなって直接ね、お話したい話なんだけど、親切の話ね、親切の話。で、この話は、簡単に言うと、まず、自分から親切になろうって思ってください。え？って、そんだけって思うかもしれないじゃん。そんだけ。それだけかよ。いくらなんでもはちょりすぎだろうみたいな。じゃあ、ね、どういうことかっていうと、まず、親切に無関心な人って、多分ね、まあそうだな、道をさ、こう大変そうに歩ってる人とかさ、大変そうな人見てもね、多分何にも関心がないと思うのよ。で、多分親切な人って、あの人大丈夫かなとかね、ちょっとお手伝いしてあげようかなって、別にほら、実際にお手伝いしろとかって話じゃないよ。お手伝いしようかなって思うだけでももう親切な人だよねって言いたい。これわかる？大丈夫？そうで、だから、要は簡単に言うと、まず自分から親切な人になろうって決めてほしいのよ。そうすると、多分すごくね、こう道歩ってたりとかさ、そういう人がね、いた時に、あ、なんかあの人大丈夫かな。ひとりさんなんかほんと優しいからね。車でドライブしてても、なんか道端にね、まあ夏とか暑いじゃん、やっぱりここ何年か。すごい暑いからさ、道端に座り込んじゃってるおじいちゃんとかいるわけよ。
そうで、あの、前もね、コンビニに座り込んじゃってるおじいちゃんがいたのね。で、ひとりさんがあってね、あの人なんか座り込んじゃって大変そうだから戻ってあげようって戻ってあげたの。じゃあそのおじいちゃんがね、座り込んでたんだけど、あの、片手に缶チューハイを飲んでた。そう、すごいね。思ったより全然大丈夫だったって。まあ、そういう話があるんだけど。いやでね、まあ、それぐらいひとりさん優しいので、本当にすぐ、あの、実行してくれるっていうか、そうなんだけど、みんなも、だから、要はね、自分から親切な人のね、あの、なろうって決めてほしいので、次の段階があるから、次どうなるかっていうと、要は簡単に、自分から親切な人になろうと思ったら、自分からだよ。自分から親切な人の波動が出るのよ。わかる？ここまで大丈夫？わかりますか？で、あの、じゃあ次。自分から親切な人の波動が出ると、じゃあ例えばね、これから先の話にもなるんかもしれないけど、自分が親切な波動が出ると、例えばね、仲良くなったり気の合う人とかお友達とかも含めて全部そうなんだけど、必ず親切な人が多くなってくるはずなの。わかる？だからここまでは大丈夫？そう、だってこれって類友の法則って言って、必ず人間って波長が合う人と仲良しになるようになってんのよ。だって皆さんだってどうですか？なんか会えばしょっちゅう喧嘩してるんですよ、あの人と会って。どう？そういう人友達って言うの？会えばムカムカするとかさ。いや、それうちの旦那ですとかさ。わかんないけど。いや、まあね、それを置いとって。まあとにかく、簡単に言うと、類友の法則って言って、波長が合う人と仲良しになるようになってます。波長波動ね。まあ、どっちでもいいよ。で、要は簡単に言うと、なんかこれすごい例えがね、すごく申し訳なくて、もう、あの、ごめんなさいなんだけど、泥棒の人って泥棒の友達が多いはずなんだよ。わかる。要はね、わかりやすい例えで言ってるからね。そう、だから、仲間っていうかね、やっぱ気の合う仲間って、要はそういう仲間で集まってるよって話。わかるかな、ここまで。で、だ簡単に言うと、自分が親切になろうって意識しただけで親切な人の波動が出る。そうすると、仲良くなったりとか集まってくる仲間も含めて、あの、絶対親切な人が多いはずなんですよ。だから私ね、すごい親切な波動を出してますっていうのに、お友達がみんな意地悪なんて絶対おかしいからね。何かがずれてるんだよ。そう。だから、それは覚えておいてほしい。だから、順を追って親切になろう。そして親切な人がね、波動が出ると、親切な人が多く集まってきたりとか、そういう人が残ったりするっていうのはここまで分かった？大丈夫？じゃあこの先行くからね。で、じゃあここまで行ったら、じゃあ親切な人が集まってきたら、じゃあここで A さんと B さんって作るからね。まあ親切な人が集まってきたらちょっと抜いてね。じゃあ皆さんがさ、お仕事出しますとか、物を頼みます。なんかね、頼み事をするときって、例えば A さんは親切そうな人なの。で、B さんってすごい気難しそうで、何かね、近寄ったら雷が落ちそうな人。で、皆さんが物頼んだり自分が仕事発注する立場だったら、この親切そうな A さんと気難しそうな B さんってどっちの人に頼みますか？頼みやすい？どう？じゃ B さんだよね。違うだろう。A さんだよね。そう、A さんでしょって。で、要は簡単に言うと、何回も言うけど、親切になったらね、その仕事も頼みやすい、頼まれやすいっていう風になるよってのを覚えておいてほしいの。で、これは人間関係でも全く同じです。だから、仕事を出す、出さないとかも、ちょっとね、抜いといて、人間関係でも必ず親切、自分から親切な人の波動が出てる人は、絶対親切な人が集まってきてさ、すごく気の合う仲間ってそういう人が多いはずなのよ。ここまで分かった？大丈夫？さらに続きがあります。で、じゃあ物を頼んだりとか、何かしてもらったことに対して、その感謝するのよ。で、大丈夫？多分ここにいる人たちはそういうことは簡単にできると思う。ただしがあります。続きがあるのよ。まだこれどこまでエンドレスなんですかみたいな。ちゃんと終わりはあるか。大丈夫？大丈夫。で、ここまで行ったら、じゃあね、この次って何ですかって、実はこの感謝のことなんだけど、自分から感謝することはみんなここにいる人たちは多分できると思うの。こういう講演会にまで来る人たちなんだから。あ、それは多分簡単そうだなって思ったと思うんだけど、実は感謝って相手にも求めないとダメなんですよ。わかる？だからどういうことかっていうと、じゃあね、何もしてないのに感謝しろっておかしいじゃん。そうじゃなくて、みんなも何かしてあげたりとか、まあじゃあちょっとね、例えが合ってるかどうかわかんないけど、親戚とかでもさ、何か困ってるとかね、大変だっていう時にお金貸してあげましたとか、援助してあげましたみたいな人がいたとするじゃん。例えだよ。で、その時にさ、何かしてあげたりとか、援助してあげたのに、感謝もしてこないような人とは付き合っちゃダメだよ。
わかる？だから、助けてあげたりとかね、なんか援助してあげたのに、なんかなんか感謝もしてこないような人間と付き合っちゃダメ。ダメ。ここまでわかる？大丈夫。だから、自分から感謝することはできると思う。だけど、向こう、なんかしてあげたのに感謝もしてこないような人間と付き合っちゃダメだよ。大丈夫。ここまでわかる？だからお互いに感謝のできない人間関係は断ち切りなって話なのね。またこういう話してるとさ、結構ね、あの、うちの旦那さんが、でもこれはね、あの、まあ、奥さんっていう人もいるかもしれないけど、あの、もしね、夫婦関係の人は、それを思い当たったら、自分が教えるつもりで、なんかちょっとしたことでもありがとうとか、いつも助かるよってちょっと軽く言ってあげて、ほんとわざとらしく言うんじゃなくて、そしたら教えるつもりでね、そしたらね、その相手もだんだん分かってくるから、なんかちょっとしたことでありがとうとかね、言ってきたりとかするもんで、要は自分から感謝の波動を出すってこと。でも、これすごくいいことがあって、例えば今言って自分から親切な波動とか感謝の波動を出してると、やっぱり相手もね、そんなつ、いい、な、まあ簡単に言うと自分の波動が移るって言った方がいいのかな。すごくいい方に変わる場合ってあるのよ。で、要は人は変わらないって思うかもしれないけど、それって自分が変わったから相手がいい影響されちゃったっていうふうに思って。で、これ二ついいことがあるのよ。だからものすごく相手が良くなる場合もあります。で、もう一個いいことがあるの。いなくなるから。要は簡単に言うと、あんまり波長と波動が合わないとね、一緒にいられなくなっちゃうんだよ。で、自分が合わせるようにしちゃってる場合は、また別の話だよ。でもこれは、やっぱり自分がさ、なんつう、いい波動出してっていうか、なんつう、感謝の波動と親切の波動をちゃんと出してれば、相手もいいように影響されてくるっていうか、自分の波動がだんだん移るって思っといてほしいのね。そう、まずは自分からやって。そう、できそう？ここまでは。大丈夫ですか？大丈夫？そう。じゃあ今言ったらちょっとまとめなんだけど、要はお互いに感謝のできない人間関係は断ち切ろうっていうぐらい自分の中ですごく強く思っててください。そしたら相手がすごくいい影響を受けるか、いなくなるか。まあみんなどっち以上いいことしかないと思うよね。あと、もう一個あります。あのね、よくさ、みんなも人間関係で悩んだ時にね、必ず言われるセリフってあると思うの。例えば、いやー、なんとかさんってね、どうなんでしょうかねとかってなんかね、ちょっと私お付き合いしてすごいモヤモヤするんですとか、あの人とね、お話してるとなんかね、ちょっとなんかトゲがあるんですみたいな話があったとするじゃん。で、これなんだけど、例えばね、あの、そう、相談した時にこういう時って必ず返ってくる言葉って、あの人にもいいところあるからみたいな話、多分ね、相談すると絶対あると思う、人間関係で。あのね、ないです。っていうか、簡単に言うと自分にとっては少なくともないんだよ。で、ただ、まだ、第三者で相談すると必ず言われるよ。いや、あの人もそんな悪い人じゃないよとかね、あの人もいいところあるよみたいなこと言われるよ。だけど、自分はね、なんかどうしても合わないと思ったらもう合ってないんだよ。だから合わしちゃダメ。ないです。ゼロ。本当に。合わないんだよ、もう。だから、いいところ探ししないこと。だってそれって嫌いな人のね、いいところ探しなさいって言われてるようなもんだよ。できんのみんな。すごいなんか苦手な人とか嫌いな人が、あの人のいいところ探そうとか。みんなまず無理だよ。できないよね。まずできないと思うよ。そう、だからそういうことはやらないこと。まず自分の心がね、もやもやしちゃうから。だから、もう合わないとか、もうなんかほんとダメだなと思ったら、もうなんか無理にいいとこ探しちゃやめてください。だからあの人にもいいところあるのよっていうのはなし、これから。なしです。まあ自分が嫌いな人とか苦手な人はだよ。別に好きな人までそうしろだよ。そう。わかる？だから自分が苦手だなとか合わないなとか、ちょっとこの人とはね、ちょっと無理かな、無理っていうかね、なんかね、ちょっと苦手だなっていう人のいいところ探しするのやめなって話。大丈夫？ここまでわかった？大丈夫？じゃあもう一個あります。まだあんのかよ。あのね、まだあるんです。みんなこれ結構女性陣は多いかなって思う話ね。あのね、やっぱ人間関係で相談したときに、いや、あの人にもね、悪気ないのよ、みたいな話あるじゃん。これ最悪ですからね。いや、どういうことって思うじゃん。これって、簡単に言うと、その相手は悪気ないんだよね。わかる？ここまでは。悪気ないのに、意地悪したりとか、人を傷つけるようなことする人とかね、言ったりする人って、こんな人と付き合っちゃダメだよ。ダメなんだ。だいたいこんな人と付き合って何のメリットがあるの？何もないよね。ダメ。
付き合わないでください。そう。いや、多分女性とかってもしかするとあるかもしれない。男の人はね、そういうのあんまないかもしれないけど、結構女性はね、多分あると思うよ。なんか、あの人悪気ないのよ、とかっていう感じで、でもなんかね、結構ズバズバ言っちゃったりさ、人が結構な傷つくようなこと平気で言っちゃったり、やったりする人っているのよ。でも、そういうの悪気ないのよって言って、そういうことしてる人って最悪な人だからね。だから自覚がないんだよ。わかる。でさ、世の中っていい人いっぱいいるんだよ。そんな人と付き合わなきゃいけないメリットなんてないんだよ。お付き合いだからとかってよく、お付き合いだってしない方がいいよね。そう、だから、そういう人がもしね、周りにいたり、ちょっと思い浮かぶ人がいたら、これも断ち切ろうと思ってください。それだけですごくみんなの心って軽くなるはずなんだよね。難しい俺が言ってること大丈夫？そう、だからみんなも人間関係で悩んだ時にね、なんかあの人にもいいところあるからもうなし。なし。そして、なんつうん、あの人にもね、悪気ないからっていうのもなし。大丈夫？そう、そのことを覚えておいてほしいのね。そう、だからみんなもね、大丈夫？ここまで分かった？難しくない？大丈夫？まあ分かんなくなったら YouTube 見て。まあ確かに話聞いてるときはなるほどなって納得するかもしれないけど、後でなんだっけって多分なるかもしれないから、その時は YouTube ね、見てもらえればいいと思うけど、でも大丈夫。とにかく簡単にまとめちゃうと、もう会わない人と会わないでください。そう、本当に。だって相性が合ってないんだから。それで、みんなって気がついてないんだけど、相性の合わない人ってもう最初から会わないから、水と油みたいなもんなんだよ。それを、例えばなんつう、あの人のここが嫌だとかね、顔が嫌だとか声が嫌だとか。ほんとなるんだよ。それは、もう合ってないからなんだよ。合わないの。そう、だからそれを無理やり自分が合わせるようにするのやめな、苦しくなるから。合わない人とは極力合わないでください。そして、この間もほら年末年始だったよね。その時にさ、やっぱりね、お嫁さん、まあお婿さんってあんまいないかもしれないけどさ、なんかね、実家に帰んなきゃとかさ、旦那さんの実家に帰んなきゃとかってよく話があるじゃん。で、普通常識としてはさ、常識としては帰るのが普通だよね。だけど、俺たちはね、たとえ、なんつ、まあ、義理のね、お母さんだろうが、お父さんだろうが、なんつ、もう相手の親と会わなかったら帰っちゃダメだよ。実家にね、あ、向こうのね、旦那さんの実家に帰っちゃダメ。で、奥さんだけじゃあ残っていいんですかって、奥さんだけ残ってください。で、遊んでて。で、じゃあ自分がお嫁さんが来る立場でお嫁さんと会わないんですけどっていう場合どうすればいいんですか？旅行かなんか行っちゃえばいい。本家なんでそういうこと言わない。とにかく、極力だよ。極力ゼロにしろとは言わないけど、極力相性の合わない人とはね、極力合わないでください。たとえそれが親だろうと親戚だろうと、なんつ、義理のお母さんだろうとお父さんだろうと、本当にね、合わない人とは極力合わないようにするの。それが一番ね、魂の修行になるんだよ。それ合っちゃうからおかしいことになるんだよ。そう。だって、向こうだって、なんつ、自分も合わないでか、絶対向こうも合わないからね。そう、いや、向こうは隠してんかもしんないけど、自分が合わない人は向こうも絶対合わないはずなんだよ。そうだ、向こうも、向こうも来なかったら、なんつ、ざわざわってしない。あの人は嫁のくせにこういうこともやらないとか。そう、言われなくて済むしさ。そう、だから、本当に、なんつ、合わない人とはね、たとえどんな関係でも合わないようにしてください。それが一番ね、気楽に生きるコツだよって話。でも、何も困んないよ。本当に。で、こういうふうにね、すごい楽しい人間関係だけにしてった方がね、一番いいんじゃないって話。だから、ほんと、ひとりさんなんかも、会いたい人としか会わないよ。本当に。結構、ひとりさんなんかね、今までの有名人になっちゃったから、向こうから会いたいみたいな人って結構いるのよ。で、みんなが聞くと結構有名人とかだよ。そうだけど、ひとりさん俺には用がないとかって会わない。会わないからね。で、かっこいいよね。そう、でも、だみんなも普段の生活の中で相性の合わない人とは、たとえ親戚だろうとね、知人だろうとなんだろうと合わないようにしてください。そう、その方が相手にもいいんだよって覚えておいてねって話。まあ、これもちょっと余談だけどさ、人情だったってよくニュースになったりするのってあるじゃないですか。ああいうのよーく見てるとわかるんだけど、結構ね、人情だったで一番多いのって身内だよ。そう。ああいうのがね、我慢がもう限界超えてね、ああいうことになっちゃうから。だから、たとえ身内でも合わない人と合わないこと。よろしいですか？はい、以上でーす。はい、ありがとうございます。ということでですね、ちょっと時間オーバーしちゃったんだけどね。
いや、もう最後に一個だけ言っとくね。だんだん良くなる未来は明るいの話なんだけど、これ、1日1000回、21日間言ってください。終わり。マコはすごい短いオーバーしてからってやる気なさすぎだろうみたいな冗談だけど、いや、あのね、これはひとりさんが今一番みんなに教えたい言霊かな。まあ、ご信号って言ってもいいけど、どっちでもいいです。まあ、だんだん良くなる未来は明るいなんだけど、でこれね、あのみんな、例えばさ、さっき悩みの話したと思うんだけど、何でもない時に言ってる人は結構多いのよ。あのね、悩んだりするとやめちゃう人が多いの。で、どういうことかっていうと、本当はそういう時にやった方がいいんだよ。そう、なのに、もったいないことしちゃってんの、一番。でね、例えば、なんていうか、みんなよくあるんだけどさ、さっきも言ったけど、悩むとさ、ご飯も食えないとかね、何もできないとかね、言うじゃん、よく。それ、暇だよ。要は止まっちゃってんのよ。暇だから。だから、ご飯も食べられないとかね、何もできないじゃなくて暇です。暇だから、だから要は、そういう時ってね、波動が落っこっちゃってんのよ。だってみんな悩んでる時に波動がいいなってならないじゃん。で、悩んでる時は、こんな状態から早く抜け出したいとかってみんな思ってるはずなんだよね。そしたら、そういう時にこそだんだん良くなる未来は明るいって言うのよ。そうすると、やっぱりなんて言ってるうちに少しずつ心が軽くなっていくから。さあ、みんなそれをもったいないのは、悩んだり苦しんだりした時にやめちゃうからなんだよ。だ、本当は一番言った時にね、やんなきゃいけないっていうか、やった方がいいのに、なんてやめちゃうのはもったいないよって。それをみんな、例えば落ち込んだり悲しくなったりしたら、なんて要はそれに伴った感情の言葉を言っちゃうの。なんで私ばっかりとかね。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないの。なんで私ばっかりこんな苦しい思いしなきゃいけないのって、要はそのままの言葉を言っちゃうから、どんどんまた自分がその言葉を聞いてさらに落ち込むみたいな感じになってっちゃう。だからそういう時に、落ち込んだら落ち込んだでいいです。苦しくなったら苦しくなったでもいいから、そういう時にこそだんだん良くなる未来は明るいってずっと言い続けるのよ。そうすると、なんか言いたくない気持ちはわかる。何がだんだん良くなるで。どう考えたって良くなんないでしょみたいに思うかもしんないけど、やっぱこれ言ってる人はね、わかる。本当に悩んだ時の方が真剣にできるはずなんだよ。そう、だから、本当に悩んだ時とかチャンスだよ。そうやってごらんって話。で、そうすると少しずつ悩みも軽くなるから。だからこれをみんな悩んだり苦しんだりしてやめちゃうのがもったいないよって俺たちは言ってんのね。まあ何でもない時はみんなできると思うのよ。だんだん良くなる未来は明るいとかね。言えると思うんだけど、みんな悩んだり苦しんだりしたらそれをやめちゃうのが一番もったいないです。そういう時にこそね、絶対言った方がいいし。で、またそういうことを言ってると、なんとあんまり悩みも苦しみも結構そんな大きいのが来なくなるんだよって話。そうだから、やってみて信じて。あとね、まあこれは全然信じなくていいけど、この間ほらちょっと地震とかもあったじゃないですか。で、ああいう、じゃあね、なんか中にはさ、ああいう大きい地震がまたね、どっかで起きるんですかみたいな質問してくる人がいますが、俺たちは、だんだん良くなる未来は明るいってすごい素晴らしい言霊だと思ってるから、台南ね、大きい難ね。台南が中難になって、中難が小難になって、小難が無難になるって俺たちは思ってるのね。そうだから、なんていうか、そういうことをちょっとずつ言ってれば、要はエネルギーが軽くなるとさ、ああいう地震とかもエネルギーだから、ああいうのもね、小さくなっていくんじゃないのかなって俺たちは信じてるのよ。だからみんなもそういうことを信じてさ、海難が中難になって、中難が小難になってね、小難が無難になるんだって思ってれば、やっぱりね、ちょっとずつさ、そういうのも小さくなっていくんじゃないのかなって俺たち思ってるから、まあ、どんどんね、やってみてねって話なんだけど、この話難しい。なんかこれ聞いたらやる気なくしましたみたいな。ますます言いたくなくなりましたもん。大丈夫ね。だからだんだん良くなる未来は明るいって、ここで覚えられないって人いますか？大丈夫そう。ね、だからね、どんどんさ、楽しく言ってくださいねって話なのね。そう、言ってれば、でもこれね、本当に、いい体験談いっぱいあんのよ。結構多いのは、臨時収入があったとか、あとね、俺聞いててすげえなと思ったのが、なんかね、肺に白い鍵があった人が何人かいたのよ。そう、肺。でね、みんなも経験あると思うけど、肺に白い鍵ってよろしくないんだよね。そう、で、いつもかかりつけの病院行ったんだけど、うちじゃちょっとね、なんとも言いようがないから、大きい病院に行ってくれって回されたんだって、紹介状書かされて。で、でもほら、すごい調子も悪いんだって、変な咳も出るし、体もだるいし、重いし、
絶対おかしいなと思ってたんだけど、このだんだん良くなる未来は分かる、ずーっと言ってたんだって、真剣に。そしたらある時、なんかここから変な柱みたいなのが出てきたんだって。イメージだよ、本当に柱が出たんですか本当に柱が出たら怖いからね。イメージですよ、なんか柱みたいなのが出てきたんだって。で、そしたら、その日を境にものすごい調子良くなっちゃったんだって。でも、やっぱ大きい病院の検査の日程決まってるから、あ、でもな、検査行って、ちゃんと調べないとなと思って検査行ったんだって。そしたら、精密検査したんだけど、なんかなんともね、すごい健康ですよって言われたんだって。すごいなんか、本人もびっくりしちゃって、なんだったんでしょうねって、お医者さんに聞いても、いや、なんかレントゲンの故障でしょうかね。で、実は、それと同じような体験で言ってる人何人かいたんだよ。そう、だから、まあ、これもね、まあ、個人差はあるかもしんないけど、でも、だんだん良くなる未来は分かれて、本当にお金が入ってきましたとか、会社の売り上げが神的に伸びましたとか、なんか本当にこの間もね、どこだっけかな、なんか年末の方にやった講演会で、自分で会社やってますって男性の人が来てくれたのね。で、俺の講演会来るようになったのと、だんだん良くなる未来は分かれてずっと言ってたんだって、そしたらだよ、売り上げが、神的に伸びたんだって。すごい、本人もね、何が原因なんだろうってぐらいびっくりしちゃってさ。すごい、なんかね、すごい喜んでたよ。すごい開運講演会ですとかってね、言って、その人が言ってたんだよ。俺は聞いたことしかないから、そう。でも言ってたよ。なんかね、何人か経営してた人もそういうこと言ってたの。なんか会社経営してますみたいに、会社ね、なんかいくつかやってるんですけど、みたいな人がいたんだけど、なんかこの俺の講演会来るようになって、なんか言われたことを真剣っていうかね、素直にやってたら、すごい売り上げが神的に伸びましたみたいなことを言ってた人何人かいたのね。だからこれも、要は波動だと思うのよ、簡単に言うと。自分が講演会に来て軽くなって、だんだん良くなる未来は明るいとかって言ってたら、多分ね、すごく全体の波動が、会社の波動も良くなったんじゃないかなっていうことで、波動が良くなって結果が悪くなることってないからね。そう。だからそのことを覚えておいてほしい。だからひとりさんも人生は波動だって言ってるじゃん。で、波動を良くするためにはいい言葉を使うしかないのよ。そう。やっぱり悪い言葉使ってて波動が良くなるってこともないか、ありえないからね。で、いい言葉を言って、いい波動になって、そしたら結果的に、なんと売り上げも人生もね、良くなるって俺たちの考え方なのね。だからね、極力いい言葉って使おうねって、言霊ね、使おうねって話なんだけど、大丈夫？一応今日の話は以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。